もう一回言って。6万つぎ込んだと。ちゃんついてくれたんですよ。半分ぐらい話すのね。ちょっと行ってきますって言って二度と帰ってこんくなって。すげえな。ルシファーチャンネル高見です、はい。どうもルシファーです。26歳底辺。痛風持ち、借金持ってますけど頑張ります。あれこれ言ってよかったんですかね。てかさ、なんでそんなネガティブだったと。高見さんにはご恩があって、動画のスタイルが今変わりつつあるという。俺は分かったって聞いてたけど、はい、シーズン3その辺はちゃんと話すけ。じゃあちょっと一旦保留ということで、今回の元視聴者でカメラマンの高見様に来て、高見さんに来ていただいて。お前もなんか一人称安定性があっとうけどさ、意味不明な感じだっとう。今回の企画は高見さんに急にこの六本木に。そう、俺が呼び出したんじゃん、はい。今回の企画は何なんでしょう。祝かな一応、はい。コスモハイツさんコラボ、ルシファーパーティー音に送り込んでみた。ありがとうございます。それをねやってみたっちゃんね。まずちょっと説明しないといけないのは、コスモハイツさん205って言ってですね、めちゃくちゃ面白いお笑い系の YouTuber で、最近まあ僕の仲良くしてるマンキーさんだったりとか、コスモの新一さんとかプライベートで今あったりしてて、本当お前あるよね。自分より立場上の人にするような天才的とね。ちょっとその逆にすごいよね。それだけで26で生きてきとうけんさ。でも僕中学校の時のあれは金魚の糞やったから。本当に金魚の糞やん。大人になってもそこは変わらずということで。見た目が糞やな。そのコスモハイツの松原さんという方がいるんです。その方が誕生日ということでお祝いしましょう。でパーティオンに行きます。初コラボなのにいきなり誕生日を飛ばしとうと。お邪魔してます。マジ邪魔やねお前。まあ、パーティー用の説明ですよ。皆さん知ってるかな。バーレスク東京っていう調教で超有名なショークラブ、まあ、YouTube でいっぱい出てますわ。あるよね、ヒカルとかさ、はいはい、撮ったよね。ヒカルさんですよ、まあ、いいよ、どうせ相手してくれんけん。呼び捨てしたところで、まあ、そんな方々が行かれてて、その系列店、まあ、やっぱね、底辺は系列しか行かないんだよね。違う違う、パーティー用のままね、値段が張ったりとかっていうのも。あ、そうなん。こっちのしこいんですね。へー、それは知らんかった。こっち若者、こっちは大人みたいな。だけどあれ食えたやつお前が行かしたった。パーティー用すごいのがね、チップを使ってわーって盛り上がる系なのね。抜いてくれるとよね。ないですよ、そういうサービス。はっ、ないと。ないです。え、もうじゃあ今日帰るわ。解散。今回もいつも通りですよ。キャンコグループの渡辺さん、もうルシファーを可愛がってくれてる。いつも出てくるやん。コスモさんパーティーもあって祝いたいからルシファーどうだという話があって。ありがたいお話よね。けどちょっと僕見知りというか、一緒にパーティーを祝い、まだちょっとコスモさん仲良くなりきれてなくて。初対面やけんね。初対面で。しかも誕生日やけん。マジ邪魔とよお前。邪魔ですけど、高見さんに一回相談させてもらって行きなさいというところで、日夜から君は君のままなんだと言われて行ってきましたっていう話ですよね。いやてかさ、これ本当裏話あるっちゃけどさ、せっかくさ呼んでもらっとってさ、いい話で、しかもこの話さ、ルシファーに。そもそも俺関係ない話だったんだよ。そしたらこいつさ LINE で一緒行きませんかって来て、でも仕事あるけんさ、無理って言ったら5分に1回ぐらいやっぱり行きませんかって無理って返してんのに言ってくると、なんなん一人で行きらんと。知ってるじゃないですか、普段の僕カメラやったらこうやって前では話します。無理で。なんならカメラの前でもさ下手とか言われとるもんね。 YouTuber 向いてない言われてます。辛い話やめましょう。いやてか人間向いとらんとよね。とりあえずさ、でもさ、コスモさんってさ、はいはい、面白いこと求めるっていうかさ、コスモさん、そう、めっちゃおもろいんですよ。だからさ、お前もさ、なんかおもろいことやったんちゃうん。その時やってよ。ルシファー何歳って言われて僕答えたのが28歳。あ、すみません、間違えました、26ですって言いました。おもんな。感想のパートに入らせていただくんですけど、映像流れた通りハッピーバースデーということで、すごいね、ルシファーを取り上がるっちゃね。まあ女の子が踊ってるから。一緒にコラボした動画はコスモさんが出てて、パーティーオン後のトーク、一緒にタクトラさんっていうねイケメン屋さん行ったんですけど、そっちはコスモさんが動画で見てください。めっちゃさ動画見て思ったこと言っていい？お前髪切ったねえなあれ。うまっ。そもそもこの話ってコラボとか言ってるじゃないですか。そんな話なかったんです最初。あ、そうなん？なかったと？ほら、勝手にコラボって言いましたけど、コラボじゃないですよ、もともとは。あ、違うった。ラーメン屋行ったら、なんか撮影が始まって、あ、今日撮影してたんだみたいになったんですよね。あ、そうなんや。じゃあコラボにしようということで、コラボに勝手にしたっていう時代ですわ。聞いてください、超悲しいエピソードがある。何？パーティーでこの踊ってわーって言ってね、女の子が歌ったりダンスして、気に入った子にチップをあげるんですよ。そういう店よね。渡辺さん、いつもお金わーって出してくれて、どっかの動画で話したかもしれないですけど、渡辺さんが、ほら、チップだー言うてチップいっぱい買ってくれて、数十万分ぐらいあるかもしれないです。いや、すごい。何やこんなお金一気に使ってと思ってたら、渡辺さんからアドバイスがあって、僕がちょっと気に入った子ちゃんって子なんですけど、ザ女の子みたいな。渡辺さんからこういう時は人のお金じゃなくて自分で行って、自分のお金から頑張ろうと思うから自分で行けっつって。珍しく金持ち正論言っとうとね。で、借金まみれの私ですけど1万円使って泣けなしの1万円渡しました。チップ渡したら席についてくれて話すみたいなのできるんです。ちなみにその1万円俺が昨日貸したやつやけどな。ありがとうございます。まあお金お借りしまして、そのチップ相模さんからいただいたお金あるじゃないですか。あのさ、やってないからな。お借りしたお金マジ貸しとるだけやん。ちゃんついてくれたんですよ。ついてくれるやろ、払っとっちゃけ。3分ぐらい話すのね。3分しか話せんかったんや。ちょっと行ってきまーすって言って二度と帰ってこんくなって。3分で。すげえな。渡辺さんもこういうことみたいな。なるよ、そりゃ額が足りない。あんなとこは1万円チップ渡したところで何も始まんない。でもさ、お前その理論やったらさ、多分30万渡して30分とかやで。少ないな。
これ後取りですから、もう僕のそのちょっと可愛いないいなみたいなも終わってまして、実は新しい恋愛ストーリーはすでに始まっております。お前さ、スクミズの女もどうしたと、あとさバスローブの女がどうしたと。あ、いやそっちはちょっと報告し忘れてましたけど、後日お店遊びに行ったんです。あ、行ったった結局さん、いいみたいな感じの話あったんですけど、覚えてなかったです。もう覚えてないよねお前なんか。新しい恋愛ストーリーですよ。イチャイチャできる大人のキャバクラでお会いした女の子、6万円つぎ込んだんですよ1日で。その動画はまた出ますから、それは置いておいて。え、あのさ、はい、もう一回言って。6万つぎ込んだと。かわいくて大好きで。6万つぎ込んだと。はい、アホやねって思ったちけどさ、金返せやわざお前。それは人から借りたお金なんですよ。は、誰から借りたと。まずさ、なんでその金なら俺に返さんと。お金借りてるエピソードはまだ言わないって話じゃないですか。ここバレたゴミみたいなやつおるっちゃで。大事なのってお金を借りてくる力とか言うじゃないですか。信用ないけどさ、帰ってこんと思って貸してくれてるのかな。俺はね半分捨てとうと思っとる。そんなことなら返します、必ず。てか本人ごと捨てたいしね俺。お前ごと捨てたいよこっち。そういう話は置いておいて、パーティーの続きですよ。女の子が踊って、ショーが1時間に1回ぐらいあるんですけど、うん、ショーが終わった後にさっき言ったチーフ、私にちょうだいみたいな感じで谷間とかにお金を入れたりとか、よくある金持ちの遊びができるみたいな感じ。てか俺さ、ケチくさいこと聞くけどさ、そもそもじゃああんまお金使わんかったら基本料だけやったらいくらで入れる、普通に気になっとっちゃう。4000円とか普段のルシファーみたいな、チップもあげん、女の子とも絡まんみたいな生き方すると4000円ポッキリで何時間折れる。朝まで自分のドリンクは有料やね。フリードリンクだったはず。相手に払うお金だけない。そうです、そうです。なるほどな。シャンパンの方がその高いんですけど。じゃあお前もずっと一周温泉でおればいい。ありがたいこと渡辺さんいらっしゃいますから。渡辺さんなんてすごいっすよ。会計多分40万なんですけど、皆さんに結構いますからね。コスモさん3人います。まあね、まあ、渡辺さんによく言われるのは、頑張れルシファー持って帰れって。渡辺さんの一つの夢でもある。すごいよね、豚に空飛べて言うのもっと思うやもんね。豚は飛ばんだよ、いくら金積んでも。でもそれを可能にできると信じてくれてるわけですから。そのために坂見さんがいるんでしょ。宗教や、そこまでいくとルシファーが輝けるために坂見さんがいるわけです。お手をめちゃくちゃ持てるためにはやっぱ坂見さんがご指導と。待って、お前モテたいと。モテたい。まず借金返せ。今回僕粗相をやらかしちゃいました。何？コスモさん以外に渡辺さんのお知り合いのお偉いさんがいらっしゃって、エスコートみたいなのあったんですよ。楽しんでいただいて、渡辺さんから送ってきてくれへんかって言われたんで、うん、送らなきゃと思って、その人が泊まってるホテルまでタクシー一緒に乗って送りに行ってたので。は？そして渡辺さんから連絡来て、ルシファー今どこおるんだって。あ、今汐留向かってますみたいな。は？お前どうってる？送ってこいって言われたんで、上まで送ってこいって意味だ。やべえと思って急いでその帰りました。この話さ、あんま思んない上にさ、お前がよっぽど仕事できんことが分かるだけやけんね。分かります。ありがたいですよね、こんなポンコツにもチャンスをいただいて、みんな可愛がってくれて。そのチャンス全部捨てとるけどな。ちょっと今回はこういう感じで、次回いつになるかちょっと分かんないんですけど、ルシファーが熟女キャバクラ行った時に熟女の人泣かせたっていう話で、次回はお会いできたらと思います。は？ね、すごいのが新一さんなのよ。うん、なんかすごいと。動画でこれ言ってるから知らないか、使っていいのか知らないですけど、言いますわ。うん、言ってんかな。いや、それさ結構ヤバいやつじゃん。あ、その後それさ流出したらいかんじゃないと。